ちょっと位が上がった気がする。低いけどね。誰が足短いの？足も短いし位も低いし。逆に君には何があるんだ？さあ、というわけで報告時ね報告時ね、失礼しました。報告時以上。そんな使いねえ舌捨てちまえ。ちぎって置いてくるわ。迷惑も甚だしいよね。こんなタバコまみれのベロね。いらんよね。さあ、というわけでちょっとお腹も空いてきたので昼食をね、取りたいと思います。じゃあジャンプして。俺一回やりたかった。いくよ、せーの。あー、カメラ回ってなかった。回ってくれよ。おい、一人でにアホみたいやんけ。もうコンビ解散や。天使のオムライス。じゃあ、こんにちは。めちゃめちゃクリスマスやで。いただきます。はい。うまっ。大人のオムライスって感じ。上品なやつ。何も尖ってない。おかゆぐらいに流れ着く。あっそう。うまっ。マジで。あのね、飲み物です。このオムライスは。あとね、5個ぐらい食える。大丈夫です。なんと、今夜の晩ご飯もオムライスです。最高かよ。最高かよ。同じ店で。最高かよ。明日は違うでしょ。明日は違うでしょ。朝昼晩。3食あるからね。ここ立ってます。ダクワ。じゃあ行きますか。8ぐらい行きたいと思います、はい、あ、鶴岡八幡宮行くよね。交互期待。さあ、というわけでですね、これから一番のメイン鶴岡八幡宮に行くんですけど、さっと行っても面白くないんで、その前のメインストリートを軽く見てちょっと参拝しに行こうかなと。後ろのワンちゃん、ちょっとワンちゃんって言わんで。守り神やから。マスクつけてるじゃないですか。多分これめっちゃ守ってる人たちやから。行きましょう。外国の方もいるね。ちょっとお腹すきますね。デブはすぐ腹減んのよ。もうだって本当10分前ぐらいに飯食ったばっかだもんね。天使のオムライスね。俺は恋愛ドラマが好きなただのお姉やから。あ、お姉じゃないけど。うわ、見てほら見て、これを俺が求めてたの。わらび餅食べたくない？でもすごい雰囲気いいよね。ちょっと食べません？先にご利益いただいた気持ちで食べましょうか。いただいた気持ちで。気持ちで。で、結局先にこっち行くんですよね。行きます。我慢できない、すみません。ちょっと入っちゃいましょうか。そんなわけない。さあ、いただきます。お茶がもう美味しいからな。うわ、オートヤ。どういうこと？オートヤぐらいの安心感があるわ。あ、そっちね。オートヤって結構グレーだからね。そうだよね。どういう意味？味としてはどんな感じですか、ね、わらび餅表現してもらう。わらび餅、はい、食べてみて。ムニュー食べてないけどね、まだね。それだけ覚えといてね。だから今もう予想の範囲で。クリームパンみたいな手してますね。やめろお前。誰がクリームパンやん。こうか。誰がクリームパンやん。小学校の時さ、スーパーとかに売ってあるさ、5個入りのクリームパンみたいな。ちっちゃいやつ。薄皮？うわ、それ薄皮のやつ。あれって言われた。ありがとうございます。うわ、美味しそう。すごい。見て、ちょっとね、心なしか、あの、桜みたいに置いてくれてるの。ほら、プルプル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 やろ。じゃあ、ちょっと、オッケー。じゃあ、いただきますよ。うわ、もうすごい。あのね、竹串を抜いただけで、ベレチーンってついてきて、今。ベレチーンって。うわ、弾力すごいよ。ほら。いただきます。優勝。本当優勝。俺ね、予想してたムチムチより倍ムチムチ。倍ムチムチ。はち切れんばかりのムチムチ。なんだろうね、噛み切れないぐらいのムチムチ。切れずっとおる。あとね、黒蜜が今ようあるやん、コンビニとかにも。はい、でもあれってちょっと人工的な甘みの感じがするんだよ。うん、優しい。おばあちゃんのお味噌汁みたいな。もう幸子の味噌汁みたいな。本当にもうあのね、やっぱ動画やから伝わらんのが残念。この見て、この押し返す感じ。ほらうわ、うまっ。なんだろう、独特よね。なんかグミとかにも似てないし、ゼリーぐらいシャキッてした感じもないし、なんかオリジナリティに溢れてるよね。甘さもちょうどいい。おー、うん。あの、おすすめは、こう、きな粉もっさりつけて、もう黒ムチどっぷりつけてこい。黒ムチびっちりつけてこいって。もう、ほら、弾くから、モテんもん。ちょっとじゃあ僕もいただきます。食べて。むっちりしてるから。すごい。すごいよね。これ、想像の、うん。倍。
ぶっちり。違うこと言おう。どうせなら3分前に俺が言った。じゃあさ、もう俺のさ、やっぱ貧乏なところが出るよね。ここがうまいんよ。わかる？ここ、このむっちりがお皿についたところのこのきな粉、これがうまいんよ。これ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 。お母さん見てますか、こんな恥ずかしい息子さん。やめろお前、お前東京で恥さらしてますよ。やめ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 、お母さん見てますか。やめやめろ、お前世界一安子のこと大好きやんか。母ちゃん見てる？飽きないよね、うん、穴があったら入りたい、腹が減ったら食べたいやん。穴があったらなんだっけ。穴があったら、ほんと良くないって。みんな見てるんやけんね、老若男女問わず。ほんとに見てくれてるのかは知らんけど、俺は皆さんに委ねよう。いいよね、ちょっとさ、言ったらこの辺も都会やんけど、こういう下町情緒が溢れてる感じいいよね。だってさ、俺がさ、中学の時かな、小学校の高学年やったかもしれんけど、近所にね、うん、あのコンビニができたっちゃん。うわーってみんなで行こうっつってバーって行くやん。できたコンビニ、デイリー山崎やもんね、うん、俺が田舎の底力や。東京に来て恥さらしてる息子さんどうですか。お前に出会いたくなかった、君が俺を変えてしまった。お前、わらび餅の食い方世界一綺麗やな。いや、美味しかったです。行きますか。行きましょう。美味しかった、お茶も美味しかったです。もうよくない。そうそう、行こう。メインストリートじゃん。あ、すごいすごいね。ちょっとお見せできないですけど、今ご結婚なさるお二人なのか撮影をされてます。先生、結婚願望とかあります？ あ、 ありますね。あります、はい、あ、意外っすね。どういう女性がいいとかあるんですか？ハリウッドセレブと。ハリウッドセレブと、なんかすごい小6みたいな夢やね。僕今からハリウッドスターになるんで。あ、ちょっと無理だと思うんで頑張ってください。夢は応援します。用ないぞそんな。なんかここ歩くだけでもちょっと気品が、位が上がった気がする。低いけどね。やめろお前、誰が足短いね。足も短いし位も低いし。やめろやめろ。逆に君には何があるんだっていう。クリームパンや、クリームパンや、もっと来いよ。あ、先生見えてきました。なんかすごいね、神々しいね、やっぱりすごいわ。さあ、というわけで前に来ました、鶴岡の。いざ尋常に参りましょう。源のなんとか、平のなんとか、偽りの、偽りのなんとかって何？時代劇で見るやつ、時代劇で見るやつ。時代劇で見るっけ。そう言われるとなんかふんって感じやけど、最初よりちょっと肩幅ちっちゃくなったやろ。いや、でかいけど。はい、大丈夫です。